い、モッポ駅に到着しました。ほら、モッポ初めて来た。ジョンラナンドっていうところのモッポ市になるのかな。じゃーん、こんな感じです。今からね、2泊3日でジョンラナンド楽しみたいと思います。ここがユダルさんでね、今からちょっとだけ登山じゃないけど、全部は行かないけど、簡単に行ってみたいと思います。ここね、もともと岩山だから、ずっと下がね、石ですね。わあ、すごい、本当に岩山というか、もう石ですね。すごいすごいすごい、めっちゃ眺めがいいです。まだちょっとしか登ってきてないけど、車でもすでに登ってたみたいですね。モッポの街がめっちゃ見えます。あー、鳥のいい鳴き声。ここちょっと登ったらね、なんか海綺麗に見えるそうです。海の港町みたいな。すごい、ほら海、あそこに見える1、2、3、3つのね、島が、これサマクトって言ってね、3つの鶴の島だったかな、有名な3つの島だそうです。なんかお店がある、すごい韓国らしい曲があー、パッピンスですね。なんかアイスクリームとかもある。ずっと階段がついてますね。すごい、なんか自然が気持ちいい、空気が綺麗な気がする。ここね、秋とかすごい人気のね、ハイキングスポットだそうです。なんか紅葉がね、すごいらしい。まあ、これだけ日があったらね、本当にこれ紅葉したらめっちゃ綺麗ですよね。すごい、ずっと音楽が流れてる。はい、とりあえずね、ここまで到着です。これ、母言ってる。ちょっとしか登ってきてないのに、まだ上続くんですけど、とりあえず今日はここまでで。市民チョンが市民のために作られたものだそうです。21世紀だから21トンだそうです。はい、今ホテルに到着しました。シャングリアビーチガンガンホテル、こちらですね。今日はここに泊まります。はい、ホテルの前のね、平和広場に来ました。で、これ海の目の前の道です。これね、ホテルね、目の前なんですよね。すぐ歩いてこれます。みんなね、お散歩コースみたいにこんな感じでお散歩してますね。あ、見て、めちゃくちゃ綺麗。わー、今ちょうどね、夕暮れ時なんで、めちゃくちゃ綺麗です。空がね、青色からオレンジがかってますよね。この後ここで噴水ショーやります。と、踊る海の噴水、これまた夜に時間が来たら見に行きたいと思います。私も今からお散歩したいと思います。こっちにね、なんかこの屋台がね、夜出るみたいなんですよ。もうちょっと遅くなったら多分出るんですね。フードトラックの、すごい可愛い可愛い、こうやってね、ゲームやってぬいぐるみもらえるのとか出てます。これ見てみて、なんか自転車とか、なんかこういう面白い乗り物、これ全部なんかレンタルできるみたいですね。こんなの、ほら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 、ちっちゃい車してきたほら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 、ちっちゃい車、かわいい、子供用かわいい、車乗ってるなんか屋台いっぱい出てきました。コーヒーショップ的な、コピーコンパンとチュロス、アメリカーノとか、コグマコンパンもある。すごい、今ね、これトギモチコリアって出た観光公社の方がね、なんかお願いしてくれてたそうです。すごい、スイートコリア、音楽でちょっとうるっとくるはい、今回泊まるお部屋がこちらです。すごく清潔感のある綺麗なお部屋でね、ここすごいのが、じゃん、海が目の前、オーシャンビューの見えるお部屋です。ちょうど噴水ショー今やってますね。さっき見たやつ、こっからもね、噴水ショー見えるんですよ。はい、今ね、ロッテマートに来ました。もうね、ホテルとか、あの海の海岸沿いのとこからすぐ近くです。もう歩いて3分4分とか、その距離にね、ロッテマートあります。はい、今からね、ここでちょっとだけショッピング。
はい、ナジュに到着しました。ナジュに来てます。まあでもモッポからだいたい車で1時間ぐらいですぐです。まず来たのがこちら、でっかい建物、これの中にあるブックカフェ、ザ・カフェ。ここね、インスタですごいね話題の本がたくさんあるカフェです。すごいこれ、うわを注文しました。こういう泡もこもこですね、うん、あ、おいしい、ね、さつまいものラテです。おいしい、なんかさつまいも牛乳みたいな感じ、おいしいです。あ、結構ちんちゃましそうよ。これね、上も登れるんですよ、ここから。すごいかわいい。やっぱりお客さんもいっぱいです。これずらっと並んだここの本は座ってね、読んでいいそうです。好きなの。もうほら本いっぱい。はい、到着しました。ここがね、三人蛇紋四宮荘。今来てるのがここですね。これすごい広いですよね。森の道ですね。お散歩コースみたいなのがあって、そこでねちょっとヒーリング的な感じで歩いていきたいと思います。はい、こんなすごい木がちょっとヒーリング的な感じで心を休めというか、めちゃくちゃ気持ちがいい。鳥が鳴いてる。あー、涼しいですね。風も吹いて、なんかいる、かわいい、ぴょこぴょこ走ってる。はい、今日泊まる場所に到着しました。ここハノクステイです。こんなね、韓国式です。もう本当に韓国っぽい。こちらで今日は泊まります。よし、わー、これこれこれ、壁とかめちゃくちゃおしゃれ。あー、こっちとかこんな風に、わ、なんか育ってる。おー、おー、すごい、あ、すごいすごいすごい。私のお部屋はここですね。わー、すごい韓国チックなお部屋。すごい、なんか壁が。で、お部屋はね、ここのお部屋でテレビもある。で、こっちも韓国スタイルですね。こっちなんだろう、あ、キッチン、冷蔵庫とか、わー、炊飯器とか電子レンジもある。はい、今ビッカン展望台に来ました。はい、あの上に見えてるね、この丸いやつ、ここが展望台になってます。ちょっと乗り物に乗って上に上がりたいと思います。はい、入っていきます。モノレール、こんな感じになってます。おお、すごい、なんかピカピカしてますね。おお、動き始めた。登ってます、登ってます。あー、すごい、あー、高い、高いですね。おお、到着、はい、到着しました。ラサンダー、はい、展望台に到着しました。すごい、綺麗。これ展望台、しかも今人が全然いないから、うわ結構高くて綺麗ですね。すごい、あっちの方とか池があります。これね、ここに文字打ち込んで上で出るそうです。もうここに。はい、お、できたかな、いけた、あー、出てきた、出てきました。ほら、とぎもちって書いてる。でね、ここ降りるとこなんですけど、ね、歩いて帰る方法と、あと滑り台シューってね、滑り台滑って降りる方法もあるんですよ。でもこれね、午後の5時までだから、今ちょっと時間が遅くてできないんですけど、5時までだったら1人1000ウォン100円で、これちょっと、虫が、ごめんなさい、すごいでっかい虫が来ました、ブーン。5時までだったらこれでね、滑り台でシューって下まで滑って帰れます。で、私は今日はね、もう歩いてみます。はい、じゃあここから降りていきたいと思います。階段とかもこれすごい綺麗に整備されてて、なんかいい感じです。あー、すごい、ほら、やっぱり景色いいじゃん。ほらほらほら、あ、すごいすごいすごい、噴水が、なんかかすかに音楽もかかって、おー、すごいすごいすごい。
めちゃくちゃ気持ちいい朝です。でね、泊まったお部屋なんですけど、すっごくね、香りがよくって、なんていうんだろう、木の香りっていうのかな。めちゃくちゃね、ぐっすり寝れました。すごく寝心地もよくってね、部屋の中すごく涼しかったです。ぜひね、ハノック、一回ね、韓国で泊まってみるのすごくおすすめです。ナジュ映像テーマパークにやってきました。韓国ドラマで人気のイーサンやチュモンの撮影現場がいっぱいねあるそうなんで、早速行ってみたいと思います。もうこれ入り口がすごい大きい。うわー、建物も全部ちょっと昔風になってます。なんかもう道が絵になってます。もうドラマのやつかな。この絵はね、このドラマに出てくるこの方だそうです。手形もあります。あー、ずっとありますね。私詳しくないんですけど、この人は唯一知ってます。コムサプリンセスに出てきた人。私パクシフ大好きだから。入っていきます。ここにね、ロケ地になったドラマや映画の絵が載ってます。すごい有名なやつだそうです。呪文、あ、イーさん、これおばあちゃんがめちゃくちゃ好きです。これ人気のドラマですよね。お、白い馬、ポニー、かわいい。おい、モフモフだな。ご飯中かな。食べてる。もう食べるのに必死だ。あ、伝統服の体験ができるそうです。あ、着たい。あ、ちょっと着たいこれ。伝統服体験、うわ、すごいすごい。服がずらっと並んでます。結構これ無料でできるみたいです。来ました、これ。簡単にね、いろんなのどれでも着られるそうです。かわいい。真っ白でちょっとピンクの柄がどれでも着放題だそうです。この辺はね、ちょっと昔の村町みたいなのをね、再現して作られてるそうです。あ、すごい、ちょっとしたコンビニ、お店があります。ラーメンとかアイスとか、あとドリンク売ってますね。門までやってきました。こっちにもね、大きな門があります。なんかね、陶磁器の色付け体験ができるそうです。あそこではなんかこの辺いろいろ体験ゾーンみたいです。あ、すごい、また立派な建物が。ですね、すごい立派な建物がたくさん。はい、ここね、トッケピでも出てきた場所ですね。見てないので私はよくわかりませんが。でもすっごいね、綺麗な大きな建物です。はい、ここ階段からね、上に登ってきました。すごい、これロケのために作ったとは思えないぐらいめちゃくちゃ立派です。ここね、コンクリ宮殿の中です。全然威厳がないですね、私がすると眺めがいい場所に来ました。川が流れてる、すごくいい眺めです。下にはさっきのね、昔の村かな、見えます。ここからはね、ナジュの四山岩っていうのが見えます。今ナジュ駅からソウルに戻ります。あのね、モッポとナジュすごく楽しかったです。なんかね、本当に食べ物も全部美味しかったし、可愛いカフェもね、いっぱいで、まだね、私行ってないところでね、可愛いカフェいっぱいあるんですよ。すごくね、楽しめると思います。よかったらモッポやナジュ、ジョンラーマンド、ぜひ来てみてください。すごく楽しかったです。